三浦大知のすごいところランキング、10から40代5762名の男女に調査した三浦大知のすごいところランキング発表します。第10位、キッズの頃から実は芸能人、満島ひかりとグループでしたね。イメチェンがうまくできた。大地くんが小学生だった頃、私は高校生でしたが、密かに大好きでポンキッキーズを見てました。デビューは1997年、9歳の時でした。ダンス&ボーカルグループフォルダーのメンバーとしてポンキッキーズに出演していたことを記憶している人も多いのでは。第9位、ライブの構成や演出もしちゃう。演出も自分でやってたんですか？すごいですね。ライブ行ったことあります。驚きの連続、涙が出ました。演出家としても一流になれそう。とにかく無条件で楽しめるライブを作りたいと、エンターテインメントを意識した演出をプロデュースしているという三浦大知さん。ライブは当選が難しいプラチナチケットなんだとか。第8位、日本語なのに洋楽みたいに聞こえる歌唱のリズム感。歌ってる時のリズムの取り方が気持ちいい。天性の才能。声と歌い方で本人だとわかる。オリジナリティあふれる歌い方、リズムの取り方は我々を魅了してやみません。三浦大知さんの歌真似ってできる人いるのでしょうか？唯一無二の存在です。第7位、実はダンスの振り付けもできちゃう。歌もできてっていうのが才能。マルチなところを尊敬する。多彩。朝ドラ半分青いの主題歌、星野源さんのアイデアで総勢16名が踊るダンスシーンを三浦大知さんが振り付けています。第6位、世界的有名ダンサーとのコラボ多数。めちゃイケで岡村さんと共演したことが印象に残りました。日本にも偉人がいると感じた。世界のプロが認めるダンス力。2012年にリリースされた Right Now のミュージックビデオでは、世界トップレベルのスーパーダンサーケオネとコラボ、かっこよすぎます。第5位、こう見えてすでに一児の父。マジっすか？かなりなベビーフェイスなんですが。結婚していたことすら知らなかった。2015年1月1日にご結婚され、翌年2016年の12月9日にご長男が誕生しています。三浦大知さんに似たお子さんならきっと目がクリクリのはず。第4位、才能豊かなのにとっても謙虚。アクターズの頃から才能がずば抜けていたけど、今でも謙虚。人間的にすごくいい人なのが伝わってくる感じがする。目立ちたがらない感じがいい。インスタグラムなどで舞台裏のお写真を拝見すると、どれもこれも穏やかな笑顔。謙虚な人柄がにじみ出ている気がします。第3位、天皇陛下の御前でも披露した歌唱力。誰でも選ばれるわけではないので、歌を聞いて鳥肌が立つってこういうことを言うんだと感じたから。あの歌唱力はすごいし、心に響く歌声をしていると思います。天皇陛下が作詞、作曲は皇后様がされた歌声の響きを三浦大知さんが独唱した姿には鳥肌が立ちましたね。もう宮内庁御用達として認定しましょうというコメントも。第2位、圧倒的ダンスのうまさ。世界に誇ることのできるダンサー、しかも歌いながら踊ることもできるクオリティの高さ、そうそう現れることのない逸材だと思う。歌って踊れるアーティスト、キレもあってすごい。無音で仲間のダンサーと合わすのには本当にすごいと思った。さまざまなジャンルのダンスが全てうまいのがすごい。2017年の紅白歌合戦では、クライアンドファイトの振り付けを生放送、無音、ダンサーは8人という難易度が高すぎる条件で一糸乱れぬ完璧なダンスで披露。この無音ダンスはもはや伝説ですね。第1位、歌いながら踊り続けられる肺活量。口パク使ってないと疑っちゃう時すらある。テレビで見るよりも生で見た方が彼の魅力が伝わります。ライブに行きましたが、本当にしっかり歌ってガンガン踊れる、そんな彼はすごいです。
ダンスをしながら完璧なピッチで歌い上げる姿には尊敬しかない。体を大きく使うダンスをしながらもヘッドセットマイクではなくハンドマイクを使って息をする音を拾わないよう手元でコントロールしているんだとか。プロ魂に頭が下がります。以上、三浦大知のすごいところランキングでした。あなたが思う三浦大知さんのすごいところはどこですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。